宗門改めは、江戸時代の日本で、江戸幕府によって行われた、宗教政策及び民衆統制政策、民衆の信仰する宗教を調査する制度である。近教令の発布に伴いキリシタンの摘発を目的に整備された制度であったが、江戸中期以降は、住民調査的な制度に変異していった。宗門人別改めという名称もあるが、これは別の調査制度である。 人別改めが、江戸中期以降に、宗門改めと事実上統合したことから来る名称である。宗門人別改め帳も、本来は、宗門改め帳と人別改め帳という全く別種のものであった。江戸幕府は、慶長17年に、禁教令を発布し、以後、キリスト教を禁制として、キリシタンの捜査や摘発、強制改修政策をとっていくようになる。 当初、幕府は、キリスト像が刻まれた板を踏ませる踏み絵や、密告の奨励などを、キリシタンの取り締まりの基本とした。やがてキリシタンではないことを仏教寺院に受け負わせて、その証明とした寺受け制度を創設する。寛永14年から、その翌年にかけて、九州で起きた島原の乱の後、寛永17年に、幕府は、注文ため役を設置する。 漢文4年に初版に、修文会制度と専任の役人を設置するよう命じ、これ以後、修文改め帳が各地で作成される。漢文5年には、日蓮宗の内教皇派である、藤伏せ派が禁制となったことにより、多宗派に改修させる、修文改めの対象となった。修文改め帳はやがて人別帳に収支を記載する、修文人別改め帳に変異し、 漢文11年に法的に整備されて幕府は諸藩にも作成を義務付ける。ここで終門改めは制度として完成した。終門改めの制度は明治6年キリスト教の禁制が解除されるまで続いた。明治政府によるキリスト教徒へのスパイ活動は当初は壇上大が明治3年6月の庁舎規則に基づいて行い、翌年7月には 新しい大乗管制により、聖院内の幹部化が引き継いだ。幹部化の異臭庁舎の廃止は、キリスト教解禁の翌4年であったが、異臭庁舎の報告書は、明治9年3月まで存在している。幕府は寺受け制度として、宗門改めに仏教勢力を用いた。幕府は民衆をいずれからの仏教宗派に所属させ、その証明をもって、 キリシタンではないことを証明させた。宗門改めに仏教を用いた最初の例は、慶長19年に京都書次第、板倉勝重が帰京したキリシタンから寺手形を取ったものである。これはあくまで転びキリシタンに限定したもので、民衆全体に施行されたわけではない。少なくとも寺受け制度が制度として、全国的に施行されるようになるのは、歓迎12年に、 武家諸法度を改定してからである。寺受け制度が完成するのは、漢文11年に、衆文人別改め帳が、法整備されてからで、これ以降、武士、町民、農民など階級問わず民衆は原則として、特定の仏教寺院に属することが義務となり、その情報はすべて寺院に把握された。結果として仏教は、幕府体制に取り込まれることとなり、やがて寺院は、 お食の温床となって、僧侶の世俗化などの問題を招く。明治になると、尊能思想の高まりや、神道国教系運動などによって、神道優位の風潮が起こり、折からの仏教への批判は大きなものとなっていき、やがて廃仏希釈運動へとつながっていく。一方で、明治政府は、江戸幕府のキリスト教禁制を継承し、宗門会制度も継承していた。 戦術の仏教への批判、神道の高まりもあって、明治政府は明治4年に民衆を神社のうじことする、うじこ町を発令する。これは、段下制度を神道に置き換えたものである。しかし、明治6年のキリスト教禁止政策取り留めに伴い、うじこ町もわずか2年で廃止された。平能分離後、領主は諸領内の人間を把握する手段として、 人物改めを行うようになる。これは主に夫役のために行われ、そのため必要に応じて不定期に行われた。これによって作成された大帳を人物改め帳と呼ぶ。幕府は漢文4年に諸般にも就文会制度の設置を命じ、そのため各地で毎年就文改め帳が作られるようになる。ただし、就文改め帳の作成は義務ではなく、 修文改め帳が発見されない藩や、6年ごとに調査を行っていた藩など、例外もある。旗本の地行地など天領では、名主や昭屋に5人組の手形を取らせて、修文改め帳を作成した。修文改め帳が、全国的に広がるようになると、人別改め帳に収支を記載する形で、人別改め帳と修文改め帳の統合がされていくようになり、 諸門人別改め帳となる。漢文11年に、諸門人別改め帳法的に整備され、幕府は諸藩に、その作成を義務付けた。結果として、諸門人別改め帳は、民衆の戸籍原簿や租税台帳の側面を持つようになり、諸門改めは、キリシタン的発の激減もあって、宗教政策というよりも、民衆調査的な目的を帯びるようになる。 教法の改革では、全国的な調査の取りまとめが行われた。官営17年6月、幕府は、衆門改めの専任役として、衆門改め役を設置する。大目付であった、井上正重が、島原の乱後に、長崎へ下校指政務を司った際、初代衆門改め役に任命される。漢文2年2月には、作事奉行の安田創設もこの役に任命され、 以後は、大目付、作事奉行が一名ずつ、県人の役となった。諸藩に対しては先日のように、漢文4年に、宗門改正度と、同じく千人の役人を置くよう命じた。キリシタン奉行、宗門奉行とも呼ばれた。幕府の宗門改め役は、配下に、よりき六期、同心三十名が配属され、 幕府直轄地に対してのキリシタン及び宣教師の捜索を行い、また諸藩に対するキリシタン改め帳の作成や、その送付、点検も行っていた。帰郷したキリシタンの監視も監督し、キリシタン類族帳に記載された者が死亡した場合には、衆文改め役に届け出る必要があった。井上正茂は捕獲したキリシタンを、昇法3年に、 自身の下屋敷に作らせた建物に収容し、尋問を行った。これは、キリシタン屋敷と呼ばれ、収問改め役が廃止されるまでキリシタンの取り調べ書及び住居として使用された。完成4年に廃止される。ありがとうございます。